めっちゃ楽ですね。で、ブレスももう最悪。こんな感じで内側に入って打ち込めばいい話なので、まあ、ここはめちゃくちゃ楽だと思います。で、これで sp 2回目を回していまして。 でこれでダウンが取れてますね。こんにちは、サードラです。今回は3月の大型アップデートで新たに追加されたイビルーの弓ですね。これが使ってみたらめちゃくちゃ強かったので、まあ今回はこちらの弓を使う場合の装備構成と、あと使い方ですね、についてご紹介した後に、まあ実践編でね、今回グレード5の5になるんですが、星8のリオレースとリオレイヤーの討伐、あとは星8のイビルーに対してもどこまで火力を出せるのか、まあ、削ることがね、できるのかっていうのをお見せしていこうかなと思います。 で、今回のイビルジョーの弓とクロディアの弓ですね。まあ、これがどっちが強いんですかっていう話に関しては、過去にこちらの動画で解説をしています。まあ、結論としては、ちょっとだけクロディア弓の方が強いっていう結果になっているんですが、まあ、詳しくね、見たい方はそちらもね、見ていただければと思います。ただ、まあ、今後の環境においてですね、まあ、これも過去にこちらの動画でお話をしているんですが、今回イビルジョーと対戦する場合っていうのが、イビルジョーが属性のダメージですね、っていうのが、その部分が1.5倍かかって、まあ、計算が入るようにね、今回 から補正が入っていますなので、まあ、今後もね、古竜がこういった属性優遇でね、実装される可能性を考えると、まあ、基本的に古竜っていうのは流属性が弱点入っていますので、まあ、これ一本でね、古竜を全部相手していけるっていうのを考えると、まあ、それ用にね、作るっていうのは全然ありだと思っています。 っていうのと、まあ、この後ね、ご紹介するんですが、使いやすさっていうのもね、使いやすい弓になっているので、まあ、それも含めてね、個人的には作成はおすすめとなっています。で、同じ遠距離武器であるイビルジョーのライトボウガンですね、に関しては過去にこちらの動画でも解説をしていますので、ライトボウガンと弓どっち使おうかなみたいな悩んでいる方は、ぜひそちらの動画も見ていただければなと思います。まずはじめに、こちらのイビルジョーの弓の性能から見ていくんですが、今見ていただいているのがグレード10-1の性能ですね。 で左から攻撃力が1318回心率がマイナス30%属性値が1261の弓になっていましてまあ、今までね属性で最大値だったリオレースであったりジンオ王ガよりもマイナス回心の要素を含めても期待値がねまずステータスだけでも高い弓になっていますで次に撃つことができる野手なんですがこれはまあ、1回貯めて撃つっていうためレベル2ですねこの状態で拡散矢のレベル3を撃つことができますでさらに最大まで貯めることによって貫通矢のレベル 4を打つことができますので基本的には相手が近いときは1回溜めて打つっていうのを繰り返していただいて 相手が離れた場合は最大まで貯めて貫通矢を撃つっていう風にすれば適正距離のね管理もめちゃくちゃ楽な弓となっています。続きましてイビル上の弓を使う場合の装備構成についてお話をしていくんですが一応今回も合車ありの場合と合車なしの場合ですね両方で出していきます。で、まず合車ありの場合ですねっていうのは集中後の属性強化4のフルチャージ4っていう構成になっていまして装備は上からリオレースアーシュリオレイアーシュイビル上イビル上ジ,ジュラトロスですねの装備構成が一番ね期待値を出すことができ ます数字に関してはここのねスキロ補正値にあとは集中の補正値をかけて4160というのが期待値になっていましてここでねまあ疑問に思う方が多いのがフルチャージが今回入っていますなのでフルチャージっていうのが基本的にね体力が満タンじゃないと発動しないので。 フルチャージが発動しない場合もこの構成がいいのかっていう風に思う方をいらっしゃると思うんですが一応ここですねフルチャージが発動しない場合腕を見切りに変えた場合の期待値も求めたんですがこの場合が3236になっていまして、まあ、こちらのね3355に届くことがなかったので基本的にはフルチャージが発動してもしなくても,もうこの構成ですねっていうのが一番期待値を出せる構成となっていますなのでわざわざフルチャージが発動してるようとか発動しなかったように装備を切り替える必要もないですね、まあこれ 1> 1つさえね揃えね揃てていただければ大丈夫ですですなししに関しても結果はね一緒になりまして、まあ、数字ははねね変わるんですけども構構成成この構成が、ね、一番期待値が出せましたで結果としてはこちらですねの数字になっていますので結論としてイビルジョーの指の装備構成は頭からリオレースアッシュ胴体がリオレイアッシュ腕がイビルジョー腰がイビルジョーで足はジュラトロスっていう構成がいいと思いますで次に重要になってくるのが立ち回りですねため2を連発で打つのかため4でね運用するのどっちが強いのかって話についてなんです けどもこれに関しては比較対象になってくるのが。 貫通レベル4ですね、まあ、最大まで貯めて合車まで撃つ場合と、まあ、1回貯めて撃つで合車なしですねで、まあ、1回貯めて撃つでの繰り返すのどっちの方が DPS を出せるのかっていう話なんですがまず基準としては貯め4の合車ありの貫通レベル4ですね、まあ、最大貯めの合車ありと今回拡散レベル3の合車なしの立ち回りの DPS を比較していきますこの場合まず時間短縮ですねこれは単純に最大まで貯めて撃つのか1回貯めて撃つのかっていう違いがあるので、まあ、時間あたりで撃てる数っていう のが3.15倍ねまずこちらの拡散レベル3の豪車なし、まあ、1回貯めて打つっていう立ち回りの方が高くなりますただこの場合モーション値っていうのは逆に下がりまして、まあ、シンプルにね貫通レベル4を打つのか拡散レベル3を打つのかっていう差がありますのでその分の差っていうのがこちらになってきます なのでここをねどれぐらいの割合で差が出てくるのかっていうのを求めると1.016倍ですね分の DPS の差が出ますので結論としてはちょっとだけですね2%ぐらい合射なしのためにを連発した方が強いっていう結果になりますので相手がダウンしてるときとかで近くにいれば1回溜めて打つで合射はなしですねっていう立ち回りを連発してあげた方がダメージはね稼ぐことができますただ差に関してもそんなにね大きくないので基本的には相手との距離でどっち打つか決めるぐらいのイメージで いいいと思いますなのでそんなにシビアに例えば拡散レベル3を当てるためにわざわざ近づいて運用するっていうよりかはその時間貯めて貫通打っちゃった方がいいって話になってくるので本当にねモンスターの距離で考えるぐらいでいいとは思いますっていうのが、まあ、立ち回りについてのお話ですねで最後に以上のことも含めて星8のリオレースとリオレイヤーあとはイビルジョーですねの実践っていうのをお見せしていきますはいそしたらまずはリオレースですねの星8をやっていきます で武器のグレードに関しては今回5の5ですね。でやってまして、装備構成は先ほどご紹介した構成で使ってます。 でこんな感じでまあさっきねお伝えした通り近くにいるときは1回貯めて打つっていうのを繰り返して離れたときはこんな感じで最大まで貯めてこれで貫通や打っていくっていう立ち回りだけ意識していますねもうこれだけです離れてるときは最大まで貯めて近いときは1回貯めて打つっていうのだけをひたすらねやってるだけなのでめちゃくちゃね立ち回りも楽です今近いんでこんな感じで1回貯めて打つ1回貯めて打つでこれジャスト拾えたんで最大まで貯めて貫通みたいな、まあ、こんな感じですね使い方もめちゃくちゃ簡単ですまあ最初はね慣れがいるとは思うん ですけど、まあ、めちゃくちゃね管理が楽ですクロディアに関しては強制的にね貫通矢を打つために離れないといけないんですけどもう近かったらねこんな感じで1回貯めて打つっていうのをするだけなので、まあ、めちゃくちゃね楽ですね,ねこんな感じででまた離れたんで貫通に切り替えるみたいなでこれを繰り返していきますでこれイビル城の弓ね使い始めてまだ数回しか使ってないんですけどこれでねもう星8がもうほぼミリまで削れてまして ま、これで終わりですね。っていう感じでクリアができています。これ、グレード5なので、まあ、めちゃくちゃいいですね。グレード5で星8枯れるっていうのは大きいと思います。で、タイムも1分10秒なんで5秒ぐらいね、残してのクリアっていうのが可能になっています。つきまして、リオレイヤーの星8やっていきます。こちらは、今回フルチャージが発動していないバージョンですね、でやっています。まあ、体力がね、満タンじゃないので、フルチャージは発動していないんですが、まあ、それでもね、星8枯れるよっていうのをちょっとお見せしたいので、フルチャージなしでね、そのまま戦ってます。 まあさっきのね、リオレースはフルチャージも乗っていたんですけど、まあ、こんな感じでね、防具のフルチャージレベル2がなくても、まあ、めちゃくちゃね、削れてますね。で、基本的には立ち回りは一緒で、まあ、相手が近くにいるときは1回溜めて撃つっていうのを繰り返して、距離がね、あるときは最大まで溜めるっていうのだけを意識しています。で、これ今近いんで、1回溜めて撃ってますね。で、これ尻尾ね、避ける必要なかったんですけど、このまま、またね、1回溜めて撃つっていうのを繰り返しています。で、これで離れちゃったので、最大まで溜めて貫通ですね。 で、これジャスト拾えたんで、後ろ下がって貫通に持っていっています。で、ここで SP 切ってますね。で、これまた距離があるので、最大まで貯めて貫通。で、これ1回ね、連射で撃ってまして、まあ、ここからね、近いんで1回貯めて撃つっていうのを繰り返してますね。で、これで終わりっていう感じで、まあ、フルチャージね、今回発動していない状態で使っているんですが、 それでも星8ね、モンスタータイムを残して一応1分9秒でクリアすることができていますはいで最後イビルジョーです、ね、イビル城ですねイビル城に関してはフルチャージありでね今回やっていましてこれはね、まあ、正直も勝てないかなって思っていたので、まあ、とりあえずね1回だけ挑んだやつを録画してるだけなんですけど、まあ、これでねどれぐらい削れるかっていうのを見ていただければなと思います、まあ、結構ねグレード5でも惜しいところまでいけるので多分グレード6の後半とかまで上げればイビル城の星8もね全然倒せる範囲に 入ってくるとは思いますでクロディア弓だとね結構距離の管理が大変だと思うんですけどまあこの弓の場合はね近づいてきたら別に1回ためて作り返せばいいって話なのでまあ、ここはねめちゃくちゃ楽ですねでブレスも,もう最悪こんな感じで内側に入って打ち込めばいい話なのでまあ、ここはめちゃくちゃ楽だと思いますで特にイビル・ジョーに関しては今後チャプターのね中間というか、まあ、最後かに入ってくるのでまあ、特にイビル・ジョーが借りやすくなるっていう恩恵は大きいですね でこれで SP2 回目を回していましてでこれでダウンが取れてますねであと15秒でまあ、これぐらい残ってるので、まあ、削りはねちょっと厳しいんですけどまあこのまま打っていって確か赤ゲージまではね持っていけたと思います ここでですねで赤ゲージまで入って終わりっていう感じで、まあ,あとちょっとですね、まあ、削りきれないので、グレード6の後半から7ぐらいでは倒せるんじゃないかなっていう雰囲気はありますね。っていうのがイビルジョーの星8になります。ということで、今回はイビルジョーの弓についてご紹介させていただきました。まあ、個人的にはね、やっぱり普段使いに関してはクロディア弓の方がいいんですけども、対イビルジョーに対してはね、このイビルジョーの弓強いですし、今後もね、古竜が属性1.5倍でかかるみたいなのが続くようであれば、まあ、この弓が輝いてくると思います。 思いますのでまあ交流対策用というか属性補正対策用に1本ね作っておくのは全然いいと思いますご視聴ありがとうございましたこれからもモンハンナウの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントくださると嬉しいですバイバイ